ちょっと、ん、マジでなんかそう、なんか殺そうとするのやめてもらっていいですか。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、トニーでーす。ジャイでーす。はい、今回もね、あ、やってきましたね、うん、バームトゥガバームトゥギャザーの世界、バームトゥガザーの世界。本当に、はい、私たち、はい、敵対意識むき出しだね。敵対意識、もう魚を育てる私と魚を調理しようとしてる毒に侵されたトニー。そうなんすよね、うん、そう、ほんでめっちゃ気になってたんですけどね、うん、その先輩なんすか、そのなんかナンセンスな姿は。あのね、あ、牧場主を卒業しようと思って。え、じゃあどうするんですか。あの、はい、お魚屋さんになりました。え、お魚屋さんは僕っすよ。あなたは調理師やろ。うちは魚を守る方やからね。でもね、先輩、あのね、うん、一つ言っていいですか。何。あのね、うん、本当にね、うん、ダサい。あんたもダサい。何それセットしてきたんですね、うん、そちらはダサい。これ新しくアンロックしたあれですね。そうですね、まあ僕は。これいいですね。めっちゃムカつくね。どこ見てんすかこれ。え、なんすかそれ。新しい妹。うわー、それやばいっすね。自称瞑想中よ。また僕をここに呼びましたけど。あ、間違えた。え、うん、なんかイベントやってたじゃないですか。じゃあもういいっすよ。後ろでやるのやめてもらっていいですか。そういうのもう本当にしつこいな。これやばいな、もうこれやばいっすね本当に。ああ、ほんとで、今回は先輩。なんか狙わなくていいっすよ、タイミング。で、これ先輩見てくださいよ。僕もね、これ一応ね、街、うん、こうちょっと広くしたんすよ。もうここ、このエリアはね、綺麗。そう、街になったでしょ。うん、で、家もね、新しいのあったんで、うん、それつけましたね。うん、あれ来たもんね、アップデート。そうなんです。あ、これアップデートで増えたやつですか。アップデートで増えたね。あ、そうなんですね。エモートとか、おう、あとね、レベルじゃなくてですか。うん、レベルじゃなくてね、はあ、うん、あ、なんかアップデートやね。へえ、そうなんですね。うん、で、はいはい、お花とかも増えてさ。はいはいはい。今回からかな、あのスパイス系のものもね、増えたの。あ、そうなんすか、スパイス。うん、例えば、はい、お店のところやったら、はい、ね、あれどこ行った。なんすか。あのね、はい、スパイススタンドっていうのがね、増えたりね。どこ行った。あ、スパイススタンドっていうのがね、一番左上のところ、え、スパイスバザーっていうのがあったりね、スタンドも増えてね。あ、ちょっと今のもう一回言ってもらっていいですか。スパイス？スパイス、はい、バザー。スパイス、ごめんなさい、もう一回ちょっと言ってもらっていいですか。スパイスバザー。これ、
あのキーホルダーにねしたら売れそうじゃないですか、うん、あ、ほんで先輩これ見てくださいよ犬。え、クリマギョンね今ちょっと預けてるんですよ。で新しい子をねこう買ってきたんですけど、お名前何がいいですかね。クリマロン。なんでクリつけるんですか。コツコツとね、はい、魚屋さんをやってまして。ああ、魚、イワシイベントのやつですか。そうそうそう、この間言ってたねイワシイベントね。あ、そういや僕全く何もやってなかったですけど、どうなったんですか。あれね、はい、コツ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 私はやりましてね、はい、全部やっ、あれだよ、アンロックしたよ。え、アンロックしたんすか。うん、でね、この服装とね、はい、あ、それもらえるんすか。そう、この服装とこの帽子とね、はあ、あと、はい、まあ、トニーの方には出ないんだろうけど、はいはい、うん、出るんかな、トニーやったんかな、はい、あの柵のところにあるなんかタイヤみたいなやつだね。多分ないっすね。あ、あるわ。ある？ありました、ね、タイヤみたいなやつありました、ありました。うん、これとあとね途中でねバスがね、はあ、植えれるようになったの。15番だね。15番。うん、結構いい感じにしたんだよ。おお、この後ろのこれっすか。あっちにもありますけど。そうそう、こっちがね、はいはい、あの可愛い系シリーズなの。可愛い系シリーズ。うん、可愛い魚たち。ここっすか。うん、鯉とか可愛い魚、エンゼルフィッシュとかね、はあ、ハギさんとか。あー、でもカラフルっすね、確かに。でしょ。でね、はいはいはい、はい、これフグはね毒あるんやけど、これちゃうんちゃうんですか。なんか雰囲気、顔が可愛いやろ。顔は可愛いっすけど、だから可愛いシリーズに入れといた。あ、可愛いシリーズね。うん、なんか、あ、にもおるでしょ。ドリーもいるよ。あ、おる。あ、すごいな。に戻り、本当はね一種類ずつ買いたかったんやけど、はいはい、サクで分けたかったんやけど、はい、まあニモとドリーはね仲良しだから一緒にしといた。あ、これね、うん、なんかドリーの方が多くないですか。いや、これ意外とね同じなんだね。同じ4匹しかいないっすよ。同じじゃないでしょ、これどう見ても。あれ確実これドリーひいきしてるじゃないですか。うん、ドリーの方がまさかドリーファンですね。もう、あ、そうそう、で、この間言ってたさ、はいはいはい、はいはい、ほら、あー、これね、潜水艦来ましたね、潜水艦。これは乗れるんすか。乗れないの。あ、乗れないんですね。あ、ほんとやね。もう、目で楽しむだけにして。ほんまや、豪華に3つも置いた。ほんまっすね。向こうもなんかありますね。そう、あっち肉食系。こっち肉食っすか。うん、半分ね。ええ、うわ、いかついな、これ。でしょ。かなりいかついっすね。え、これなんすか、サメ。え、サメ。うん、サメ。サメ、種目サメ。サメ、こんな浅いところ、これ大丈夫っすか、これ。うん、大丈夫。噛まれそうですって、これ。メカジキ。こいつらなんすか。これマス。あ、マス。マスさん。マスさん。これ、コイ。え、コイ。これ、コイなんすか。コイ。これ、コイっすか。うん、え、鯉は綺麗系じゃないんですか。鯉はね、はい、うん、なんでここおるんですか。え、それよりもフグの方が気に入ったから。トニー見て、これ。はい、すごいな。でもすごいっすね。はいはい、愛くるしいでしょ、この子たちも。これなんすか。アコーダイ。あー、へえ。愛くるしい顔しとるやろ。はい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 。でもこれはね、いかつい系なの。これ毒持ってるんすか。え、知らん。うわー、なんか怖いな。なんかいかついっすね。ここがバス。あ、ダック様。ダック様、ダック様、今回はね、はい、え、1人、2人、3人。先輩、ここドリーおるじゃないですか。そう、ドリーにも。あ、そうなんすか。に戻り。
これ可愛い系じゃないですか、これは。そう、ここ半分ね。はい、可愛い系なんですか。そう、可愛い系、そうなんですね、すごいな、ピラニア。いや、危ないですね、ここでね、この子たち、ほら見て、はい、飛び跳ねてんねん。え、あ、ほんまや、ほら、ほら、いや、ほんまやでしょ、こいつらだけ飛び跳ねてんねん。うわ、こわ、こわ。このね、新しいね、うん、いや、これ、煙突ついててね、うん、煙出ほんすよ。おう、でね、ちょっとね、こう拡大させて、うん、まあ、さっきも言ったんすけど、結構良くないですか、うん、あの、ハロウィンは全部撮ったんすよ。おお、いい感じね。家も増えて、こう、人がいっぱい住んでる感じになったでしょ。うん、めっちゃ明るいね。え、これここを僕、これからやっていきます。ここの街を。もう、どうやっていくの。いや、わかんないです。うん、どうしようかな。いや、これでもやりすぎるとね、なんか痛いね。うん、いや、なんかどうなのかな、わかんないですけど。あ、僕んち、そういや、どうなりました。トニーの家。はい、トニーの家放置だよ。え、全然まだまだっすね。そうだね。広そうな家でも。うわあ、虹、先輩、虹。あー、綺麗ねえ。うん、うん、先輩、ここサッカー場っすよ。なんでそんなことするんですか。イエーイ。絵になる。先輩、後ろ虹やからね。うん。ああ、そんなんしてるからあかんのっすよ。仕事しましょう。仕事。あんたに言われたくないわ。魚イベントめっちゃ頑張ったし。え、イワシだけやったんすか、結局。イワシを、はい、何個やろ。200匹取った後。200匹やったかな。マジっすか。その後にバスがあって、って感じ。はあはあはあ、イワシ200匹の後バスですか。バス、なかなかっすね。あ、牧場増えてます。牧場、なんか牧場増えてません、これ。本当にどこ行った。あった。うん、あ、すごいな。そう、あ、花園とかどうなってんすか今。花園綺麗だよ今。おお、すごいすごいすごい、なってるなってる。ちょっと待ってよ、これ遠くから見たいですね。あー、綺麗綺麗。あー、綺麗じゃないですか。でしょ、これええ感じっすね。あ、めっちゃカラフル。花はなんかあったんすか、アップデート。花、はい、花はね、あったよ。あったんすか。スパイス。あ、え、花もスパイスですか。サフラン。あー、サフランとローズマリー。すごいな。そう、サフランってどれやろ。サフラン、はい、サフラン植えれなかったの。あ、植えれなかったんですか。そう、リボンやから。あー、リボンか。あ、リボン今だいぶないっすね。1。うわ、ここ綺麗にしました。ここアジサイで固めた方が良くないですか、先輩。何、ここ、どこ行ったとね。あ、後ろね。はい、オッケー。あのね、はい、花もね、大移動させてね、同じものを固めたいと思ってんねんけどね。はい、はいはいはい。ちょっと魚に夢中になりすぎてね。疲れちゃった。あー、あー、そうなんすね。僕の格好見てくださいよ、これ。もうぜひね、先輩に言おうと思ってたんですけどね、ちょっと、ん、もうマジで、なんかそう、なんか殺そうとするのやめてもらっていいですか。この見た目は何やと思います。コクでしょ。うん、でも顔は何やと思います、これ。顔、はい、病気に侵されて。いや、病気に。少し遅れたハロウィン楽しんでんの。全然ダメですね、もう。あのね、これ顔はね、カモフラージュ率上げてるんですよ。あ、スイカか。そう、あ、じゃあスイカじゃないですよ。ってことは戦うって感じなんですよね。
で、ここで問題です。戦うコックといえば、戦うコック、はい、戦うコックは他コック、はい、え、他コックって言いましたよ、ね、なんすか他コックって。めっちゃ時間取りましたよ今。3時ですよ、3時。おやつ？すねた。ある程度整ってきましたね。うん、先輩、これもチューリップも終わりですか？うん、ああ、ほなもう終わり？うん、イエーイ。え、わかんないですけど、ちょっとあの、もいじゃったけど。え、この黒いやつ、あ、もいじゃった。ああ、これね。うん、ああ。もうなんかちっちゃくなっちゃったけど、うんうんうん、できた。すごいね。まあ、これである程度、うん、見栄え良くなったかもしれないですね。そうだね。ちょっとこれ遠くから見れるかな。よいしょ。これでも咲いてくれないとちょっとあれっすね、わかんないっすね。そうだね。まあこれまだちょっと次入った時にどんな感じで咲き誇ってるか、うん、ちょっと見てみますか。うん、どうします、今回この辺にしますか。あーねえ、あーでもまあまあまあ綺麗な、じゃあ終わります。はい、はい、それでは皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が楽しいと感じたら高評価ボタンの方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。それではトニーでした。ジェイでした。またねー。じゃねー。先輩めっちゃかぶってますよ。